日本ハム新庄監督就任当初は本当に打線が苦しんでいましたけれども、ここに来て打者陣の充実ぶりがものすごいことになってきていると、こちらを見ていきたいと思います。まず内野手から見ていきましょう。キャッチャータミヤ選手2割9分3厘で OPS735 ですね。もうキャッチャーとして今年台頭してきてくれて、盗塁阻止率もかなり高い数値ですし、打てるキャッチャーが台頭してきたと、まあ、ここがものすごくチームにとって、まあ、大きな戦力アップになりました。そして伏見選手も2割5分7厘と、まあ、打率いい数字ですし、加えて打点も13、まあ、しっかりと重要な局面で打ってくれています。ベテランのキャッチャーとして、まあ、存在感ある活躍見せてくれています。そしてマルティネス選手、まあ、7月以降ちょっと失速はしていますけれども、2割3分7厘でホームラン11本、打点も47上げていますし、 OPS もまだ745残っています。そして清宮選手、開幕の序盤はもう相当苦しみましたけれども、今の時点では2割8分6厘ホームラン6本、 OPS も878まで上がっていて、まあ、現状日本ハムの中で最も頼れる存在と言ってもいいところまで上がってきました。そして石井選手も今年 V 字回復で2割6分4厘ホームラン4本、 OPS719 と、もしかするとこのままキャリアハイの成績を残していくんじゃないかと、それぐらいまで来ています。そして上川畑選手2割5分1厘OPS が604、まあ、今年に関しましては打撃ちょっと持ち直してきていて、出塁率も3割超える数字を残しています。そして郡司選手、中日から加入してブレイクして、まあ、ちょっとここ最近は失速はしていますけれども、2割6分3厘でホームランも10本2桁乗りました。そしてなんといっても打点42記録していますし、 OPS も695と優秀な数字が残っています。そして水野選手もようやく復帰してきました。打率2割2分8厘ホームランが3本、打点21、 OPS636 という成績です。先日のマルチ安打で復帰からこうようやく調子が上がってきた感じもありますし、やっぱり下位打線で長打が打てるっていうところはかなり大きな存在です。石井選手、上川畑選手、水野選手に加えて奈良間選手も含めてハイレベルな二遊間争いっていうのができています。まあ、さらにここには入りきらなかったですけれども、野村選手なんかも2軍でとてつもない成績を残していて、1軍でのブレイクが期待されます。では続いてですね、内野手だけでなく外野手の充実度もかなり上がってきていると、こちらも見ていきましょう。外野手ですけれども、昨年ブレイクした万波選手、打率こそ少し落ちてはいますけれども、まあ、今年もしっかりとですね、レギュラーとして定着してくれています。2割5分2厘ホームラン16本、打点が50、 OPS760 という成績になっています。そして松本選手も後半戦からこうぐっと復調してきていますね。打率2割6分まで上がってきましたし、ホームラン1本、打点15、 OPS622 という成績が残っています。そしてこの万波選手と松本選手、この2人守備賞も抜群の数値でございまして、守備でもバッティングでも大きく貢献して不動のレギュラーとなりつつあります。そしてレイエス選手、まあ、レイエス選手は指名打者ですけれども、打率としては2割3分3厘ホームランが8本、打点27、 OPS724 という成績になっています。安定感にはやや課題はありますけれども、やっぱり5月以降はもう常に OPS0.7 を超えていますし、出塁率の高さ、そしてパワーが持ち味の選手です。そして水谷選手も、まあ、今年前半戦特に交流戦で一気にブレイクしたんですけれども、そこから調子をなんとかこう維持して、しっかりと打率3割今もキープしています。打率3割1分3厘ホームラン4本、打点29、 OPS が826です。そして浅間選手、まあ、故障もあって2軍ぐらいしか長かったんですけれども、1軍に昇格してからしっかりと結果を残しています。まあ、ちょっと負傷もありまして欠場が続いていた時期もありましたけれども、まあ、先日はツーベースヒットも打っていますし、まあ、ここからレギュラー争い加わっていってほしいですね。浅間選手が2割9分4厘ホームラン1本、打点5つ、 OPS739 という成績が残っています。まあ、さらに守備走塁のスペシャリストと言ってもいいぐらいの五十幡選手もバックアップとしてベンチに入っています。昨年と比べて内外野ともに、まあ、本当にこうメンバーが充実してきたなという感じがあります。まあ、これだけですね、メンバーがこうたくさんいい選手がいるということになりますと、スタメンにこう一度に入れきれないという問題も発生しておりまして、こちら見ていきたいと思います。こちらが8月6日と8月8日の日本ハムのスタメンです。8月6日は1番センターに松本選手、2番ファースト清宮選手、3番サード郡司選手、4番指名打者マルティネス選手、5番ライトに万波選手、6番キャッチャータミヤ選手、7番レフトに野村選手、8番セカンドに石井選手、そして9番ショートに水野選手というオーダーです。一方8月8日ですね、1番センターに松本選手、2番レフト水谷選手、3番ファースト清宮選手、4番サードに野村選手、
5番ライトに万波選手、6番指名打者レイエス選手、7番キャッチャータミヤ選手、8番セカンド石井選手、9番ショートが水野選手というオーダーになっています。このオーダー見ていきますと、8月6日に3番だった郡司選手、そして4番だったマルティネス選手と、こうした核となるような打順を打っている選手が8月8日にはどちらもスタメン外れているんですね。そしてここでは水谷選手とレイエス選手が新たにスタメンで加わっています。マルティネス選手が打点47でチーム2位の打点、そして郡司選手が42で3位なんですけれども、これだけ打点を挙げている選手でさえも少し調子が落ちてくるとすぐにスタメンを外れるという流れになります。そして水谷選手なんかも打率3割超えていて、かなり優秀な成績残しているんですけれども、それでも6日はスタメン外れていますし、レイエス選手なんかもずっと OPS 0.7 後半ぐらいの成績を記録しているんですけれども、それでも6番に入っていたり、6日はスタメン外れていたり、こうしたオーダーになっています。新庄監督の就任当初では考えられないような、本当に野手の充実度になっていますし、だからこそ日替わりでこうメンバーも変わっていく、打順も入れ替わっていく、そんなオーダーが組まれています。チーム内の競争っていうのもかなり激しくなっていて、相乗効果で選手のこう力っていうのも上がっているように見えますし、そしてまだまだこう数年以上戦えるような若い選手がこうオーダーにかなり名前が多いですから、ここから数年後ですね、日本ハム本当に最強チームになる可能性を秘めているという状態ですね。では続いてですね、1軍これだけ充実したメンバーいるんですけれども、さらに2軍にも昇格候補が多数いると、こちらも見ていきたいと思います。2軍のメンバーですけれども、特に今川選手は、ここまで打率2割7分6厘、ホームラン5本、 OPS767、 ここ最近はちょっとですね、出場機会が減っていたりとか、成績が下降している感じはありますけれども、やっぱりバッティングかなりいい選手ですね。そして加藤豪介選手も2割7分クリーン、ホームラン3本、OPS760。少し失速気味ではありますけれども、一時期は打率3割前後を記録していましたし、まだまだ1軍でやれる力っていうのが残っていると思います。そして細川選手も1軍上がっても全然おかしくない選手ですね。打率としては3割クリーン、ホームランが2本、OPS が920。内外野幅広く守れて、身体能力も高い選手ですので、ここから1軍のスタメン争いまだまだ割って入れると思います。加えて宮崎選手、新藤選手、この2人のルーキーも守備力とても高いですし、バッティングはもう少し上がってくればっていうところです。加えて有園選手、坂口選手、この2人の高卒組もパワフルなバッティングしていますし、ちょっと打率が今のところは相当苦しんでいるんですけれども、もう少し上がってきて、数年後っていう感じですね。あとは育成の山口当たる選手なんかも2軍で好成績を残してきています。将来1軍に割って入ってきそうな有力な若手選手っていうのも控えていて、チーム全体的に本当に充実した野手陣になってきています。以上です。